尼子の家臣山中鹿之助。執念の将として知られる彼がこよなく愛するもの、それが温泉であった。日々の疲れを癒すべく温泉巡りの旅に出た鹿之助は、旅先で偶然雑賀孫一と出会う。鹿之助に名湯の情報を尋ねられた孫一は、財宝のとある温泉の名を口にする。孫一のもたらした情報に目を輝かせる鹿之助は、渋る孫一を伴い温泉探しに向かうのだった。名湯捜索船。一番ブーロが俺を呼ぶ。はあ、気の抜ける歌歌いやがって。たく面倒なことに巻き込まれちまったな。尼子の坊主、ここに来るまで何度も言ったが、俺はお前が目指す温泉の場所は知らねえからな。分かってる、だから探しに行くんだろ。俺は必ず一番風呂に入ってみせるんだ。誰も入ってない湯にザブンと浸かる快感といったら、ああ、考えただけでうずうずするな。はいはい、そうだな。だがな、温泉に一番風呂もクソもねえと思うのは俺だけか。ああ、なんか言ったか。ほら、さっさと行こう、孫一さん。おいおい、聞こえてねえのかよ。たく、都合のいい耳してやがるぜ。よし、温泉を探そう。まずは近くの人から手がかりを聞き出すか。どうだ、どれ。いいだろう。どうやら俺たちの他にも湯を求める武将がいるようだ。何事も起きなきゃいい。どこだ。長尾さん、温泉の場所知らないか。俺たち一番風呂に入りたいんだ。悪いが、それは教えられねえ。一番風呂は俺と安家がいただくからな。一番風呂知らないです。私、一番風呂欲しいです。竹千代のためにもさっさと温泉を見つけねえと。お前たちも温泉を探しに来たのか。先越されるわけにはいかねえな。終わらせる。いいだろう。いいだろう。悪いな、竹千代。俺から逃げられると思ったか。おいや、この地の温泉をこよなく愛する武将がいるって聞いたな。この地の温泉を愛する武将か。そいつなら温泉の場所も知ってるかもな。いざ、まだ見ぬ人を探し当てようぞ。信玄よ、
そなたの魂も清まるとよいな。抜かせ剣心、貴様こそ湯あたりでもせねば目せぬようだ。分かった。剣心と信玄、噂じゃ二人とも相当の温泉通らしいじゃん。何か手がかりを得られるかもしれねえ。急いで奴らを追うぞ。父上、友もつけず一体どこへ。分かった。あれは武田の温泉について何か知ってるかな。なんだそなたは。私は忙しいのだ。話なら後にしてくれ。任せろ。そこだ。どれ。温泉か。よいな。いつか私も言えるよ。いかん。今は父上を探し出さねば。温泉ならば川沿いを探せ。焦ればおのずと見つかろう。手がかりは得られたか。川沿いってさすがに範囲が広すぎやしねえか。南東の道でどうにも怪しいんだよな。よし、あそこから向かってみようぜ。分かった。大した手がかりは得られなかったな。イエス、一っ風呂浴びる前に鍛錬しようぜ。そうすりゃもっと気持ちよくなるからよ。そうでしょうか。私はすぐ湯に浸かりたいのですが。任せろ。いいだろ。どうだ。さて次はどいつだ。叶う相手ではなかったか。俺から逃げられると思ったか。力及ばずか。まだ倒し足りない。黙れろ。出番だな。分かった。捕らえた。敵将撃ち取ったりだ。意地は見せたわ。もうよかろう。わざわざ撃たれに参ったか。そこだ。俺から逃げられると思ったか。引かせていただこう。おお、お前らいいところに。温泉前の鍛錬に付き合ってくれよ。こいつら温泉の場所を知ってそうだな。引き出すとするか。黙れろ。出番。分かった。そこだ。任せろ。いいだろう。まだ倒し足りない。俺から逃げられると思ったか。終わらせる。
こうなりゃ逃げるが勝ちだ。なぜ私まで。温泉ならば北方にあると聞き及んでいる。よし、北へ向かおう。待って、一番風呂は俺のものだ。やれやれ、すっかり到着が遅れたな。兄上を探して合流しないと。決まった。せっかくの慰安旅、遅れるわけにいかねえ。赤影はこっちの方にいんのか。まさか毛利も一番風呂を狙って。そうはさせるか。毛利だけには一番風呂は渡さない。おい、今は毛利に構ってる場合じゃ。たく仕方のねえやつ。これ三つぶち、道に迷ったではないか。温泉はどこにあるのだ。落ち着いてくだされ、上様。この三つぶちが必ずや温泉を探し当てまする。開門。出番だ。分かった、捕らえた。家族水入らずを阻まれるとはね。敵将討ち取ったりだ。力及ばすか。温泉郷の静寂を乱す輩はどこだ。わしが成敗してくれようぞ。おじい様、輝元も共に参ります。分かった、早く倒して。いいだろう。土産を買いに向かいましょう。そこなもののふよ、温泉への道を示すのだ。おい、聞いているのか。今あの人たちに構っている暇はない。悪いけど早めに倒して先に進もう。私をこんな目に遭わせるとは。覚えておけ。なんだ。毛利はどこまで俺の邪魔をするんだ。温泉入りとうございました。高影と元春はまだ到着せぬのか。仕方あるわい。わしと輝元で湯を味わうか。あの人抜きの行楽なんていつぶりかしら。こういうのもたまにはいいものね。温泉楽しみだな。早く入ろう姉様。開門。まさか横槍を入れられるとはな。黙れろ。いいだろう。黙れろ。天下無双か。嬉しいもんだな。暗記がけと敵ながらあっぱれです。しかも騒いで撃ったのは貴様か。無竜海星の獣めが勝ってくれるわ。温泉を探しているだけだ。そこをどけじいさん。俺から逃げられると思ったか。ここは引き庭であろう。そんなに温泉に入りたいのですか。なら北西の砦から行けますよ。よし、これで温泉の場所は分かった。急いで北西の砦に向かおう。おい、そこにいるのは誰だ。俺たちの邪魔するつもりかよ。待て嬢ちゃん、これは誤解だ。って聞く耳持ちそうにねえな。
温泉地で暴れるとは、無勢のわからんやつめ。先輩、さっさと懲らしめてやりましょう。はあ、こんなところでまで戦いたくないんだけどな。勘違いしてごめんなさいね。お互い楽しみましょう。あれは羽柴、あいつらを倒さないと北西の砦は迎えねえだろうな。しかしここにいる人たちはみんな温泉が大好きなんだな。そんな人たちと競ってまで一番風呂にこだわる必要って本当にあるのか。はあ、一番風呂なんざどうでもいいってのによ。さっさと汗を流したいもんだ。暴れていたのはお前だったか。憩いの地を荒らすとは無粋な奴め。待ってくれ勘兵衛、俺はただ温泉を楽しみたいだけなんだ。俺の腕は天下無双なんでね。うむ、君は最下の温泉地でまで騒ぎを起こすなんてどういうつもり。おっと、名軍師様を怒らせちまったか。面倒極まりねえな。君たちよっぽど温泉に入りたいんだね。温泉はこの先だよ。ほら行っておいで。やった、これでようやく一番風呂にありつける。開門。ちょっと待った、この地の温泉を一番に愛しているのはこの羽柴秀吉様だ。一番風呂は私はしねえぞ。覚悟しろ。ほら、どっちが好みだ。秀吉、あいつも一番風呂を狙って。そこだ、分かった。まずいな、急いで砦に向かわねえと。へ、温泉に一番風呂なんかねえって。どいつもこいつも。やったー、これで一番風呂に入れるぞ。くっそー、先を越されたか。こうなりゃ残された道は一つか。やいお前ら、一番風呂に入りてえならオイラを倒してからにしな。勝利条件変更。出番だな。任せろ。いってって、オイラの負けだ。一番風呂は譲ってやるよ。いや、いいよ、やっぱりみんなで入ろう。きっとそれが一番なんだよ。俺だけじゃなく温泉を愛するみんなで入る湯はきっと何より気持ちいいはずだ。おい坊主、よかったのか。あれだけ一番風呂にこだわってたのによ。ああ、俺は分かったんだ、温泉は一人だけで楽しむもんじゃないって。ここにいる温泉を愛するみんなで安らげるひとときを共にするのが本当の一番だったんだ。ま、お前がそう思うならそれでいいさ。そもそも温泉に一番風呂なんてねえんだしよ。あ？確かに。野口さん、なんでもっと早く言ってくれないんだよ。いや、俺は言ったぜ。まあ今となってはどうでもいいじゃねえか。じゃあ孫一さん、今から俺と、もう一度プロ浴びないか。ああ、別に俺は、はあ、仕方ねえ、今回だけだぞ。ありがとう。よーし行こう。
みんなで温泉を楽しみに。